PZL-26 チャレンジ1934中のイーグナツジーッドグードの PZL-26SP PZM PZL-26 は1934年にポーランドの PZL で製造されたスポーツ機である。国防省からの発注により来るヨーロッパツーリング機選手権1934年度大会用に特別に設計された。 PZL-26 は前回大会の1932年度大会用に製造された PZL-19 から開発された。PZL-19 と同様にチェルジア・デブラウスキーとフランチシェック・ミストルにより設計された本機は固定式硬着装置と密閉型キャノピーを持つ全金属製の型持ち式低翼端容器であった。主翼と尾翼は pzl19 のものに紹介量を施したものを流用していた。胴体、主翼と膠着装置はより流線型にされ、強化されていた。最も大きな変更点は強力な、米国製265 hp のメナスコバッカニア B-6S3 エンジンを搭載した点であったが、この選択は失敗であることが分かった。1934年に5機が製造され、1機の 試作機は静止テスト用に使用された。これらの5機には登録記号 SPPZL から PZP までが与えられた。製造された PZL26 の5機すべてが1934年8月28日から9月16日まで開催された1934年度大会に参加したが、 9538km のヨーロッパ周回長距離ラリーはエンジンに厳しく、エンジン故障のために3機が完走できなかった。2年前の PZL-19 での結果とほぼ同じであったが、ピョートルデジンスキーが11位、イーグナツェジートグードは17位であった。ジートグード機のエンジンは最高速度競技の途中で壊れてしまったが、 乾燥した2機のラリー競技での平均巡航速度が2位と4位の211と時速 213km であったことは特筆に値する。1934年秋に PZL-26 の SPPZM がパリ航空省に展示された。高出力の反面、信頼性不足と非常に高い燃料消費率により競技会の後は ポーランドのスポーツ航空会ではあまり使用されなくなっていた。1936年7月1日に SPPZL、PZM、PZN と PZP は登録から外された。SPPPso は第二次世界大戦前の1939年までトルンデポメラニアの航空クラブで使用された。おそらく他の一機もこのクラブで使用されていた。 1939年にゼルジア・デブラウスキーは、イスパノスイザ製 1100HP のエンジンを搭載し、PZL-26 の構造を大幅に発展させた、高速戦闘機の PZL-55 の予備設計を行ったが、これは第二次世界大戦のため実現しなかった。PZL-26 は、金属構造で、低翼単葉の通常の形式で、胴体は、 金属フレームの全部を、ジュラルミン、後部を、ハフで折っていた。楕円形の翼端をした台形の3分割の後方、折りたたみ式主翼はジュラルミンで覆われ、自動スラットと分割フラップを備えていた。タンデム3座のキャビンは、通常の多分割式キャノピーに覆われ、前2席には、複式操縦装置を備えていた。おそり式の固定膠着装置の主車輪は流線型のカバーで覆われ、 金属製2枚、ブレード、主翼内と胴体内の小型燃料タンクを備えていた。巡航時の燃料消費率は60リットル H であった。ありがとうございます。